し訳ないな。はい、どうも、杉浦貴夫です。始まりました、セプちゃん第5回目。前回はですね、応援コラボ第2弾ということで、2018年に上演いたしました、セプトとホーンテッドオーバーケストラのコラボ作品、舞台オーバーケストラから、うつしおのかげろうを皆さんにお送りしました。今後もいろんな応援コラボやってきます。すでに何個かもう進んでいる企画もありますので、それもぜひ楽しみにしてみてください。さて今日はですね、セプトボリューム9リアニメーションから Now or Never がね、すでに楽曲ドロップアウトと合成芝居を皆さんにお届けしました。この Now or Never、 ボーカルがダブルキャストなんですけども、もう一人のボーカル小島よしきくんがついに参戦してくれました。さあ今回はその小島よしきくんが歌ってくれるもう一曲の Now or Never の曲、皆さんにお届けしたいと思います。それでは Now or Never で Once in the Lifetime。Come
はい、というわけで聞いていただきましたワンスインザライフタイム DV 風に仕上げてみました。浜川秀也くんバージョンのドロップアウト、同じバンドなんですけど、またこうやって色の違うかっこいい曲に仕上がりました。これがね、早くステージで皆さんに届けられる日が来ることを願っております。それでは今日は小沼よしきくんとさらにナウアネバーチームが電話で繋がっております。話していきたいと思います。どうぞ。ナウアネバーの皆さんです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。さあ、ね、前回はヒデアバージョンさせてね、撮らせていただいたんですけど、うん、はい、今日はもう一人のボーカル、ヨシキが来てくれてまーす。イェーイ。久しぶりです。3ヶ月ぶりぐらいかもしれない。都内の某スタジオで。そうですよ ね。あれぶりですね、本当に。久しぶりにちょっとみんなで話をしようじゃないかという、そんな企画なんですけども。自粛してます。自分どういう自粛の仕方かってことよね、はい、家で何をして過ごしてる。あ、でも結構やっぱり音楽に触れてますね。ギターとかは弾いたりとか。岡村くん、私生活が謎に包まれてます。そうっすか。こういうタイミングだから何かをやってるとか、みんなさんしてると思う、はいはいはい、しようと思うんですけど、腰が重くて、なんかこれもやりたい、このアニメも見たいとか、この漫画も読みたいとか、はい、いろんな人にこれが面白いのないですかねとか聞いて、なるほどってメモるんですけど、はい、全部見なきゃいけない使命感が怖くて、スタートできないんですよ。なんか植物育てるのとかどうですか。植物育てるの結構育てるの。あ、そうです。まあ、使命感かられちゃうかもしれない。ヨシピはどんな過ごし方してますか。僕、もともとすごい映画好きなんですけど、うん、はいはい、結構時間が空いたんで、そこでもう見たかった映画全部見て、そうですね、僕はネット民に戻りました。今、本当に YouTube の動画の準備とか、撮影にして、最強じゃん。そうなんですよ。ハギちゃんは。僕はギター弾いてるか、筋トレしてるか、ゲームやってますね。筋トレしてんの。ここまで開くんだったら、また閉めようかなと思って。どうする。だってもうさ、電気公演のさ、もう初日とかにこんなのそんなヘビーメタルギタリストみたいな感じだったみたいな。ごちごちに。岡村くんも同じくゴリゴリになってます。いやもうガチムチバンドみたいな。まあもうちょっとしたらその自粛期間っていうのも一応は解除されると思うので、そうなったらみたいですね。リハーサルしましょう。まずはやったぜ。おお、はじめます。伝言ゲーム。おー、僕が今からお題を出します。例えば岡村くんがやる場合、口パクでそれを伝えてもらいます。皆さんにその答えを書いてもらって、それを僕にください。なるほど。でその答えが一番遠かった人、罰ゲーム。罰ゲームまたあるんですか。全力の一発芸を上げるとかどうですか。いきましょう。はい、負けた人一発芸を全力でやってもらって、今回のセクちゃんのおまけコーナーに出しておきますので、はい、うわー、もうやだなそれ。問題出していただきましょう。どうぞ。やっぱこれマジわかんねえ。じゃあケント、もう一回。わかったっす。さあ、わかった方は僕宛にプライベート答えを。やべマジで。泣きのケントお願いします。マジで。じゃあケント、泣きの一回お願いします。むずいな。はい、というわけで答えいただきました。はい、ケント、まず答えからどうぞ。ナウネバ最高。はい、というわけでナウネバ最高。ハギちゃん大正解。すごくない、これ分かったの。ハギちゃん天才すぎるです。これは最後 T シャツやってくれたのが。あ、なるほどね。ヨシピマジで頑張ろう。はい、マジで頑張ろう。よろしく。マジで頑張ろう。岡野くん、山口健人。なんかね、よろしくお願いします。山口健人みたいな。よろしくお願いします。俺みたいな。俺と。ああ、そうだな。自分のこと言ってる。だとしたら、お題出す方も頭やばいですよ。あのマイナス1ポイントは岡村くんじゃないかなと。第2問お願いします。ちょっと待って、はい、もう一回画面に岡村さんが映ってないの。ちょっと圧倒的不利でしょ。圧倒的ですね。圧倒的な不利。はい、わかりました。今のはなかなか大ヒントだったんじゃないでしょうか。さあ、岡村くん、答えをお願いします。どうぞ。はい、
ビール飲みてー。ああ、それはい、ビール飲みてーでしたケント大正解。おすごい。ヨシピが惜しかったね。惜しかったっすね。ビールうめーって書いてる。ああ。うめー、飲みてーな。さて、ハギちゃん。待って、それね、置かれてるってことは何かあるんだよ、これ。まずは2個答えがあって、1個目が、外出てーって書いてある。まあまあまあ、もう外出たいんだろうな。個人の自粛のフラストレーションがすごい。で、2個目に関しては、こうやってやってるオカミ君全部覗いた上で、水飲みてーって書いてある。ああ、ビールか。惜しい。俺、分かりました、はいはいはいみたいな感じだったからね。そうですね、ちょっと恥ずかしいですけど。マイナス1ポイントは、ハギちゃんでしょう。あら、そう、はい、それでは第3問どうぞ。ああ、でも今のは分かりやすい。いや、やばい、影分身の術みたいになってる。なんかちょっと遅くて、もう一回動きが早すぎて。いやでも前半がわかんねえ。前半、後半は 100% マジっすか。じゃあハギちゃんもお願いします。だいぶいいヒントな感じはしますけどね。正解います。3人中まさかの2人正解してます。おお、ハギちゃん答えをお願いします。筋トレの前にプロテイン。はい、正解。はい、オカム君とケント正解。イエーイ。ヨッシーの答え、筋肉もりもりプロテイン。すげーキャッチーなフレーズですね。筋肉もりもりプロテイン。2人正解だったからヨッシーがマイナス1ポイント。まあ、そうですね、仕方ないです、それは。おー、はい、か行ってみましょう。第4問どうぞ。なんだこれはね。うわ、むずいむずい。これはなかなか1ミリもわからない。申し訳ありません。というわけで、動画が途中でね、まさかの録画が撮れてなかったということでね、なんでやろうね、こういうこともあるんですね。ヨシピのお題、内容はですね、ゲームやりすぎ3キロ増加でプロテインというね、お題だったんですけども、これなかなか最後に難しいお題を持ってきたにもかかわらず、それが全て取れていないということで、いやー、これは申し訳ないな。いい感じで取れてたんですよ。このゲームの中でマイナスポイントが溜まっていくんですけども、これで負けた人は罰ゲームというね、流れがあったので、というわけで罰ゲームはオカム先生とヨシピが罰ゲームをやります。でもね、これ全部それ見えてないからね、なんで二人がやるんだみたいななっちゃいますよね。さあ、その一発芸に関してはこの最後のおまけコーナーの方に載せておきますので、最後の最後までお楽しみください。皆様ご視聴ありがとうございました。これからまだまだ進化していくナウネバをどうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。バイバイ。本番公演の方は少し先になってしまいましたが、このようなコンテンツを使って少しでも楽しんでいただけるようなものをお届けできたらなと思っております。この YouTube チャンネルも本番の声もぜひ楽しみにしていてください。本日はありがとうございました。配信見ていただきありがとうございます。こういう時期なんでいろいろ大変だとは思いますけど、みんなね、自粛してがっつりね、舞台に向けて準備してるところなんで、ぜひ楽しみに待っていてください。ありがとうございます。さあ、若干ちょっと揺れてますが、こんにちは。今回は Zoom の動画をご覧いただきありがとうございました。舞台の本番はですね、ちょっと延期という形になってしまいましたけども、この機会だからさ、だからさというだからさ、うん、この機会だからこそっていう言い方はね、あまりふさわしくないと思うんです。ちょやばいな、マジ。この機会だからっていう言い方はちょっとあまりふさわしくないかもしれないんですが、こういう形でね、ネットコンテンツ
動画だったりとか SNS だったりとかでコンテンツとしてねちょっと楽しんでいただければ嬉しいなと思います。来たる本番が来ましたらですね、来たる本番、来たるサンドイッチ本番が来ましたら、この素敵なメンバーと一緒に最高の作品を作れると思いますので、ぜひ劇場の方にですね足を運んでいただけたらと思います。しばらくは画面越しで楽しんでください。ありがとうございました。やばい。というわけで今回ワンスインザライフタイムをお届けしたわけなんですけども、次はヨシピバージョンの合成芝居も皆さんにお届けしたいと思いますので、ぜひ楽しみにしてください。それではこの動画がいいなと思った方は、いいなと思ってくれるのかな、この動画また続きが見たいなと思う方はぜひチャンネル登録のほどよろしくお願いします。出てくれたみんなはね何も悪くございません。それで私の責任でございます。というわけでグッドボタンの方もよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。バイバイ。すみませんでした。はい、というわけでこれやります。ルービックキューブ、まあこれ一発芸かって言われるとねあれなんですけど、まあまあ特にもうこれぐらいしかやれることないんで、よいしょ、はい、この色やります。赤、はい、じゃあスタートしていきます。早いパターンですはい、完成。はい、一発芸でございました。申し訳ありませんでした。一発芸ということでね、やはり一発芸といえば海岸ということで海岸にやってまいりました。で、まあ、何をやるかというところなんですけれども、まあ、この自粛期間中に、まあ、練習をずっとしていたものがありまして、まあまあちょっと出すのは早いかなと思ったんですけど、まあ他にはなかったのでちょっとこれをやらせていただこうかなと思います。海岸で、私がテレポーテーションをするというものです。ではやってみたいと思います。よいしょ。いいですね。香り、帰り方もね、青白い感じで。じゃあ次は、いなくなってるんだけど声は残ってるみたいなのもやってみます。よいしょ。あ、あいうえお。うん。まあ練習のせいか。まあ本当はもうちょっと。あとにね、もうちょっと修行を積んだ後で皆様に本番公演の、まあ、エンディング、オープニングあたり、まあ、どちらかですね。で、テレポーテーションできたら楽しいかなと思ってはいたんですけれども、まあ、ちょっとこれ先出しということで、本番はやらない可能性もありますし、まあ、とりあえず一発芸でした。ありがとうございます。はい、一発ギャグ、鼻くそ。結構大きいの取れたな。